山田まりなです。長谷川れなです。私たちが CM に出演させていただいた大学受験のための授業を YouTube で受けられる画期的なサービス、ただ呼び、その新しい講師の方をご紹介していきたいと思います。英語の寺島よしき先生です。よろしくお願いいたします。寺島よしきです。よろしくお願いします。あの、先言っていいですか？はい、iPhone 来たの昨日とかじゃないですか？違う。そうです、そうです。で、ね、毎回そんな感じですね。僕のとこも昨日の夕方ぐらいに来たんですよ。で、予備校で授業やってて、まあ、見れなくて、はい、で台本夜見たと。最初に第一印象はみたいな台本があって、あ、はいはい、僕の第一印象、多分長谷川さんが言うのそうです、台本があったじゃないですか、はい、やべ、第一印象ちゃんとしなきゃってさっきすげえ思ってて、はい、だから超めっちゃ挨拶したでしょさっき、はい、あれは、あの、普段と違うんです。あ、そうなんですか？普段、めっちゃもうなんか話しかけるんじゃねえぞって感じなんだけど、これ第一印象最初言われるでしょ？そうです。で、話しかけたくないですみたいになりたくないから、よろしくお願いします。みたいな。あ、そうだったんですね。ちゃんと挨拶したでしょ、今日。はい。頑張った。すごい頑張った、俺。いや、好印象ね。でも、ちょっと今の動画で、今、バレましたね。確かに。いやいや、いや、そこは、まあまあ。それでね、昨日ね、台本来て、はい、で、まあ夜、まあ10時ぐらいに予備校と終わるんですよ。で、帰ったのが12時ぐらいで、はい、で、まあ、食事とかして、まあ、2時ぐらいになって、まあ、普通寝るんですけど、一応、失礼でしょ？分かってないと。そんな、予習したの、5時まで。結構頑張ってよ。山田さん。はい。マリナさんね。そうです。もう何も見てないよね、原稿ね。はい。はい。山田さんは、95年までさ、本当に人気で、でね、いやいや、あの、猫飼ってらっしゃる。あ、そうなんです。名前は、二文字ね。はい。もゆ。あ、違う。あ、惜しい。惜しい。もなちゃんみたいな。あ、惜しいです。もふちゃん。そうです。もうね、やっぱり失礼でしょ。会う前にさ、知りませんじゃん。頑張って5時まで。ほんと頑張って。なんか、そんな。なんで、かたやね、長谷川さん。はい。ね、2001年生まれですよ。はい、2001年で。ね、野球ずっとやられて。はい。あの、ベイスターズでも、あっちでも、ね、はい、大谷翔平さんの方は有名だけど、はい、ベイスターズでもちゃんと始球式やられて。やらせていただきました。ね、で、昨日は昨日で、スノールームですか？あ、ショールーム。あ、ごめんなさい。え、ショールーム？ショールームです。俺、スノーとショーと H 見間違えたってこと？そうだった。あ、深夜5時だからね。惜しい。惜しい。だから、第一印象を最初聞くっていう流れになってるから、はい、ね、聞きましょう。ね。あ、この第一印象、ね。じゃあ、ちょっと戻ります。はい。ね、りなちゃん、どうですか、第一印象は。あの、ネクタイに目が行ってしまいました。変えてくるわ、じゃあ。変えのネクタイあるから。え、すごい。持ち歩いてる。違う。赤と黒っていうのが、あまり見慣れてなかったので。半分バカにしてるのか。してないですよ。でも、印象に残りやすいですよね。確かに。何が赤が。うん、そのスタイルが。スタイルで。今絶対違って。違いましたね。俺、言っとくけど、明太子のくだりも知ってるからね。あの、絵見てさ、なんでしょうでさ。明太子ってみんなのスタッフの方もね、多分視聴者もわかんない、視聴者の方でめっちゃ有名な人なんですよ。見てください。いや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 。ね、明太子の、あの、からし明太子の絵見てね、二人で明太子ってね、楽しそうにやってね、正解はからし明太子ですからみたいなやつあったじゃないですか。難しいです。楽しかった。そんなところまで。それだからそれ深夜4時25分ぐらいですよ。ええー。ちなみにからし明太子って英語でなんて言うか。辛いって何？辛い。スパイス。そう。スパイシー。スパイシーカッローって言うんですけど、まあ、今度勉強します。はい。はい、進行しろって。てみんなが進行しろって。まあ、第一印象聞いた。あ、聞いたわ。はい、ネクタイな。まずはですね、各メディアで取り上げられ、現在もラジオ番組に出演中。はい。めっちゃ読んでめっちゃ噛んだね。いや、ちょっと、台本がね。はい、そうね。はい、で、結局なんだっけ？5時がありまして。すいません。あ、台本に5時がある。あ、はい。これスタッフのせいじゃないですか。はい。謝っていただきます。いただきましょうね。はい。じゃあ何だって。ということで、メディアで取り上げられて、現在もラジオをやられている。そう、ラジオはね、22歳からですね、最初呼ばれていったのが最初で、そこからいろんな曲、もう何曲やったかな、5、6曲。今やってるのは10年間ぐらいやってる番組があって、ラジオはずっと出続けてまして、この間ね、今やってる番組の500回記念講演会みたいのがあって、あの500回放送しましたみたいですね。すごい。で、まあまあ来てくれて、あの、その講演会の中に。はい、で言うても、あれから比べたらね、まあ、多分数とか言っちゃうと、これ何人来ましたよとか、はっみたいな感じになると思うけど、ないですね、視聴者の皆さん、比べちゃダメだから。いやいや。ラジオはね、うん、1回だけなんですよ。まあ、そんなね、あの、ここに吉野先生っていう大先生がいらっしゃるじゃないですか。ご存知の。はい、最初、あの時緊張しました。
吉野さんと。そうですね。一番最初。一番最初ですね。うん、はい。緊張するよね。はい。僕も緊張したもん、最初。で、吉野さんなんてもう有名すぎるから、どこ行っても顔バレするんですよ。店行ってもどこ行ってもね。俺、一回だけ、タクシー乗って、その地域が、僕のラジオが流れてる。だから僕の番組の CM がチャラッと流れてる。で、タクシー乗ってて、そのスタジオが、その、ちょっと名前出せないけど、FM なんとかのスタジオまでお願いしますって僕は言ってるから、はい、で、そのやつが流れた時に、タクシーの運転手が、その CM 指さして、ラジオのとこ指さして、この寺島よしきっていう先生知ってるって聞かれたんですよ。知ってるって言うから、ってなるじゃないですか。そうです、ね。で、まあ一応、まあ、知ってるっちゃ知ってますかね、って言ったんですよ。そしたら、どんな人って言われたんですよ。結構いい人だと思うんですけど、みたいな感じになって、それが一番ね、なんかやってて、一応嬉しかったこと。でも普段ないでしょ。確かに。で、まあ、お二人は多分あると思う。そういうのをね、顔をさされたりするのあると思うけど、吉野先生も絶対ある。うん、俺、一回だけ人生で。なんかこう、間違えられたというか、おぉ、みたいな。確かに、でもそれ嬉しいですね。嬉しいよね。うん。ね、で、顔、ラジオだから顔出てないからさ。うん。で、めっちゃいい人ですって最後言いまくって。はい、じゃあ、続きまして、はい、レッドマン。笑って書いてるんですけど、レッドマン。それだって俺が作ったんじゃなくてスタッフが作ったから。どういうことだ？どういうことですか？でも資料で動画いただいたんですよ。うん、で、2本いただいて。見てないの？見ました。いや、見て驚いたんですよ。何がよ。1本目は、なんか本当に真剣に授業をやられてる。まともそうでしょ？いや、ちょっとかしこまった方なのかなって思ったんですけど、ね、2本目入れた時に、全くの別人が出てきたので驚きました。あれはレッドマンって。あれはレッドマンですよ。ですよね。これ見ていただいてますね。オリジナルのキャラクターというかやってるんじゃないんだけど、ドンキなんだけど、あれは普段ね、僕ね、授業怖いの、すごい、うん、めっちゃ怖くやってる。そう、なんか1本目そんな感じで、うん、そうでしょ、ちゃんと進む、進む、進むみたいな、ギャップ、そこで、ね、怖い人、あれ普通の人がやったら面白くない、怖い人がドーンとこうなんか変装するとバーってなんじゃん。すごいギャップでした。生徒たちがもうカメラ向けてスマホでキャーみたいな。普段やんないやつがやったらああなるんでね。面白かったね。普段からわーってやってるやつがやったらな、ちょっとなんか、うん、っていうことだと思うんで、まあそこはリラックスの部分をちゃんと作ってあげないと、やっぱ受験生っていうのは精神的にもね、かなりきつくなったら、うん。レッドマンってどのタイミングで出現するんですか？動画を見てください。あ、まあ、それはもう、これでもなんかで出んのかな、検索とかで出ねえかな。あ、でも出ると思いますよ、ね、チャンネルありますもんね、うん、あるけど、はい、検索で出るかな。まあとりあえず寺島漢字よしきひらがなで検索かな、うん、うん、出ねえかな、多分。なんだっけ、なんて書いてあったかな。え、でも違う、今俺めっちゃ振ってんじゃん、原稿に書いたんでしょ。あれ、俺めっちゃ今振ってるよ、ね、あ、本当だ。それも今バーンってここにこう出るのよ。詳しくは、ということで、詳しくは寺島先生レッドマンで検索していただくと出てくると思いますので、らしいです、よろしくお願いします。で、で俺がそうなの、出んのみたいになるんでしょう。いや、言うのかなと思って違う待ってました。ということで、はい、本当に今日はお忙しいところありがとうございました。まあ、でも本当にね、このただ呼び本当にいい先生揃ってますから、で、僕もしっかりと、もう収録もね、だいぶ進めてて、で、まあ、すごく簡単に言うと、僕は専門が第二言語習得って言って、一回日本語をマスターした人が、英語をやるためにはどういうふうにやると喋れるようになるかっていうのが専門なんですよ。第一言語習得じゃなくて、一個、なんか、韓国語でもドイツ語でも日本語でもマスターしちゃった人が、どうやったら英語ができるようになるかっていうのが、そこが専門なので、それを使いながら、授業を進めていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、はい、どうでした、れなちゃん、今日の先生は。いや、でもなんかギャップを今日すごい数時間、数分の間ですけど、数分ですよ、感じられて、うん、授業内容がその、もしかしたらただ指でもレッドマンが出るのでしょうか。うん、さ、前からね、スタッフの人が出せって言ってるんだよ。超楽しみ。じゃあ12月24日もサンタになるの、全身、はい、で、歌始めるんだけど、やれって言われてんだけど、やっていいかな。え、いいですよ。絶対やったほうがいいです。やったほうがいいと思います。楽しい。いや、吉野さんに怒られなかったらやる。大丈夫です、きっと。じゃあもう、これ許可出ますね、絶対。出ないでしょ。俺が頼んでも多分出ないから、二人が、ちょっとやらせてあげてくださいよ。じゃあ、はい。後で。ちょっと、後ほど楽しみたいと思います。はい、ということで、そんな寺島先生の、英語の授業が無料で受けられる、ただ曜日、毎日更新していきますので、ぜひ継続をよろしくお願いいたします。よし。はい、ということで、先ほどもちょっと言っていただいたんですけども、最後にビシッと意気込みを
お願いします。そうでしょ、だその意気込みをさっきしたのよ。ちょっと言っていただいたんですけど、そう、もう一回言えてもいいかな。もう一回お願いします。最後にビシッと、ビシッとな、はい、そうだな。 The infinite possibilities are just at your fingertips。 これ今字幕出たから。ありがとうございます。かっこいい、かっこいい。役出ないから。あ、出ないんですか。それは勉強してもらう。勉強して、勉強して、字幕だけ出しとくから。はい、私たちも勉強させていただきたいと思います。そう簡単に嘘つくのやめよう。いや、本当に見ますよ。見ないもん、見ます、見ます。あ、でもね、今見ないもんとか言うと、あのファンの方にすげえあれ。いやいや、そんなことない。見てますので、はい、はい、ということで皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、ただよびチャンネル登録よろしくお願いします。